はい、今回の説、マイルカーズチャンネルですが、こんな人が加盟したらいいんじゃないかなって僕が思うところをちょっと山野社長に聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、前提、こんな人が加盟した方がいいんじゃないよっていう理念型のところの部分っていうのは、山野社長からもう何本かですね、お話が、動画で出てますので、ぜひご覧いただければなと思うんですが、そこからですね、もうちょっと深掘りをして、むしろこう加盟する側とか、これからちょっと事業を始めてみたいなっていう側の視点からですね、僕が見たときに、こういう人ってスマイルカーズすごい合うんじゃないかなって思う人が、そういう属性の人が結構いるので、それをちょっと山野社長に聞いていきたいと思うんですけど、例えばなんですけど、僕、営業会社にもともといたものですから、そこでも思うんですけど、なんか不動産証券、保険の営業の方とか、もともとサラリーマン系でやってた人って、まあ優秀だと、ヘッドハンティングで外資の保険とかにこう引っ張られたりとか、僕も結構話とかあったりしたんですけど、めっちゃあります。結局行かなかった理由っていうのは、やっぱみんなうまくいってないからっていうところがありまして、難しいじゃないですか、一攫千金みたいな話はあるんですけそうど。ですね。で、あれってなんで、続かないのかっていうと、結局営業力というよりは、もう紹介するゲームみたいな感じで人脈をつないでつないで保険をこう取っていくっていう、要は売るものっていうのが枯渇していくっていうところが僕、問題なのかなっていう気がしてるんですけど、で確かも、彼らって能力はやっぱりすごい高いわけじゃないですか。トークもそう切でれるすし、ね。行動力もあるし。そのノリでスマイルカーズやったらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いまして、それどうでしょうか？ そのノリでスマイルカードやったらめちゃくちゃいいと思います。そうですよね。なんかもう、切ることはないと思いますし。お客様との対応はもうね、抜群だと思いますし、前もどっかでちょっとお話しさせてもらったかもしれないですけど、まず営業経験がある方。これ絶対的に有利だと思います。人おと客様、そうですね。ね。目配り気配りできるような方。で、コミュニケーション能力ある方は、もうこれ抜群にいいと思そうですよいます。ね。ただ、営業経験はないし、接客ってそんなにやったことないな、みたいな方でも、車が好きな方。これだけで車の話で盛り上がれるので、これも営業経験なくても大丈夫です。そういうことですね。一番いいのは両方ですね。営業経験があって車営代。業経験のがあって車好きな方。うちのオーナーさんやっぱ多いですね。そういう方。両方そんな叶いそうな状両態みたい方な。の方も多いですね。そうなんですよね。だから結構そのね、外資の保険とかも夢のある仕事だとは思うんですけど、実際こう長くやっていく方とかっていうのはあんまり見たことが、どこかでやっぱりまたサラリーマン戻るだとかっていうケースが多そういですね。よく聞きますね。そうですよね。でもなんか、それってすごい夢があるからって感じでチャレンジしていくと思うんですけど、スマイルカーズだったら、永続的に仕事をし続けられて、で、かつ、トップの方とかってものすごく稼がれているわけじゃないですか。そういった意味でも、しかもスマイルカーズがどんどん今、店舗が増えてて、今30、撮影段階で4というふうにお聞きしてるんですけど、これからどんどん出てくると、どこがすごい頑張ってるよねみたいな話とかも、うちうちで結構あったりすると思いますので、そういうやりがいだとか、で、その稼げるお金みたいなところも、全然その保険の営業とかに負けてないっていうところを考えると、なんかもっとそういうのがみんな知らないと思うんですよ。やっぱり、ウォーターサーバー売ったりだとか、インターネットのなんて言うんだろう、なんかファイバーを光の営業したり、通信とか、そうみたいなやつとか、今言った感じになりがちだと思うんですけど、スマイルカーズでいいのかなっていうそうですね、感そうじ。いうなんか飛び込み営業されてる方とか、その能力がある方は、スマイルカーズ抜群にこの復帰できると思いますそうですよね。なんね。で、自分がちょっとそこに該当するかなって思った場合は、ただ、そこだけだと、スマイルカーズ全体が崩れちゃうかもしれないんで、山野社長の思いとか、で、ある種、ゴリッゴリの営業で悪くなっちゃってる、店舗型のとことかもあったような気がしますんで、そこのバランス感覚っていうのは非常に重要なのかなという気そうですは、ね。しますが、でもやっぱりそういう人たちが、ある種能力高いのに苦しんでるみたいなケースも結構往々にしてありますので、すごく力を発揮するにはいいんじゃないかなって思って、ちょっと聞かせていただきましたが、間違ってないですよ
ね。そうですね。それでおそらく大多数の方が幸福度、ご自身の幸福度が高まると思うので。ああ、そういうことですよね。うん、まあそこになんかお役に立てればって思います。うん、うん。まあある種そういう営業マンとかがこういう選択もあるんだよっていうところが多分世にまだ伝わってない気がすごくしますので、はい、そういったところでですね、うんうん、はい、あるあるじゃないですか、保険の営業になる、なんか代理営業でそういうのを売るっていうところのよりも絶対いいと思いますんで、うんうん、そこが伝わっていけるなと思いますね。僕ディーラー勤めてた時に会社に電話かかってくるんですよ、ヘッドハンティングして。ああ、なるほどですね、うん、はい。でそれ聞いて保険会社に行く営業もたくさんいるんですけど、うん、なんか難しかったのか、あの車に戻ってくる人が8割ぐらいでした。あ、やっぱりそうですよね、うん、やっぱ車の営業、うん、まあ、ディーラーさんとかもそうだと思いますし、あと不動産、うん、保険、うん、証券、野村証券、うん、大和証券みたいなところとか、はいはい、まあ、大体そのあたりなんですかね、やっぱ営業っていう、うん、まあまあいろいろあると思うんですけど、広告の営業とかもいろいろあったりと思うんですけど、はい、まあ、そのあたりがでもよく言われるところではありますの で、 そうです、ね、まあ、ある種あとは会社員で結構イケイケの営業なんですけど、さっき山下が言われた幸福度が低いというか、まあ、ちょっとそうですね、疲弊してやっぱり時間がないとね、やっぱり幸福度下がっちゃいますし、いくら稼げてても忙しかったら多分あんま意味ないと思うんで、うん、そうなんですよね。まあなんかこう20の前半ぐらいの時とか中盤ぐらいの時にはなんかこうゴリ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 やってることに、まあ確かに感じる、そうですね、感じるけど、どこかでですね、多分31、2歳の時ぐらいにちょっと思う、いやもう本当に思う40になったらもっと思う、うん、そっからなんかあるんですよ、3年ぐらいのタームで多分こうなんかすごい、そうですね、あるありますね、うん、はい、そういうのがあれなんですよ。起業するとですね、まあある種防御力はないわけですから、サラリーマンという、うん、そういうことはあんま考えなくなりますよね、うん、そうですね、本当考えない、うん、まあそれが逆にやっぱり幸福なんですよ、それ自体が、うん、みたいなところはやっぱりありますので、だからなんかもっともっとそういう方もいいんだよっていう、その車別にの関係で働いてなくてもよかったと思いますし、できると思いますし、うん、でそういうふうにな選択だけじゃないっていうところをですね、ちょっと今回はい、聞きたかったというところで、で大丈夫そうということだったんで、そういう方もですね、はい、ぜひ、お問い合わせいただければなという感じで、はい、概要欄に載ってますので、はい、山下が対応してくれますので、ありがとうございます、聞いてみてください。はい、はい、そんなところになります。山下、すみません、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。車が好きで起業したい方、スマイルカーズフランチャイズオーナー大募集中です。価格競争だけではない車の買い取りノウハウ、すべてお伝えいたします。詳しくは概要欄からお問い合わせください。